おかえりなさい、アスカロンさん。リミットレギュレーション、まあ要するにあれですね、仮釈放といったところでしょうか。まあいろいろね、リミット解除、リミットレギュレーション適用がありまして、局所的ハリケーンが禁止になったよっていうのがあるんですけども、リミット解除がいくつか来てましてね、ドラムディレイドアスカロンさんが局所的ハリケーンの禁止に伴い制限を解除しますということで、局所がなくなったからもういいよっていうことで釈放されました。はい、ということで今日は、最新版ドラゴンディデッキ組んできたんで、まあ、早速回していこうかなと思っております。ちょっとキャラ立ち芸や、あんまりねギミック変わってないから、そんなになんかドヤ顔で紹介しますとかいうほどのデッキじゃないんだけど、まあそこそこ、やっぱり強いですね、決まれば。ただしこのデッキの弱点なんですけど、全妨害効くんですよね。例えばさ、モンスター効果サンダードラゴンとかあったらさ、なんかサイクロンとかコズミックサイクロン効かないとかさ、なんかいろいろさ、なんかデッキによってまあ特徴はあれど、まあ、全部の妨害を踏むっていうデッキってあんまりないと思うんですよ。あのね、このデッキ全部の妨害踏むんですね、基本的に。どういうことかっていうと、まずセナートとか、まあ真相がそもそも初動になってるんですけども、セナート自身がまあそもそも月の書とか踏むでしょ、まあ、コーカスとかも踏みますけど。で、この真相とかこのクーゼとかっていうモンスターたち、これ全部ねサイクロンとかコズミックサイクロンも踏むんですよ。これ装備カードになるんで、これだからね、相手のデッキに入っているほぼ全ての妨害を踏むっていう素晴らしいデッキ、これがドラグニティです。これがドラグニティ。 OCG の方も妨害にめっちゃ弱いんで、ドラグニティのデッキって。だから、ストラクチャーで結構強化されたりしてるんですけども、定期的に、まあ、定期的っていうか、まあ、結構最近かあれはなんですけれども、まあ、リンクスもねご多分に漏れず妨害に弱いんですよね。だから今回はちょっとなんか頑張ったけど、まあ、言うて環境まではほど遠いなと思いました。ただまあ雑魚狩り性能は高い、非常に弱くはないぐらいのデッキですね。はい。バックはコズミックサイクロンとかサイクロン、ここなんでコズミック2枚入ってるかと、ディスティニードーとかですね、ディスティニードーだから一応2枚ぐらい入れといてライフ調整に使うっていう感じなんですけども、サイクロンとコズミックサイクロンでバックを除去して、で成功制圧系のモンスターは月の書で妨害していくという、まあ、そんな感じのねギミックになってまして、で基本的にこのアスカロンっていうモンスターがもうあまりにも高校性能してますんで、高校用の性能してますんで、まあ先行で強い大熱波とかをぶち込んで、まあ、相手のワンキルを封じていくみたいな、まあ、そんな感じの、ギミックとなっております。もうやることはね、セナート召喚か、デュクス召喚真相つけるか、どっちかが大体、どっちか、これで頑張る。で、アスカロン出して、頑張る。以上、気合。根性、早速ね、根性でワンキルしていきましょう。人掛けセナート通ると挑みながらね、デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、プラススラッシュシトさんですね。よろしくお願いします。デュエル3倍。先行が欲しかったな。大熱波あると結構先行が強いんですよね。もう大熱波バンと打って、で相手 の, 展開封じて、まあ、多分サンドラなんかでしょう。はいはい、ここの獣 OK、 ここの獣は OK。 サンドラはバックがないから、まあ一応バック除去は引けてなくてもまあなんとかなるんですけど、まあ一応今セナートと真相あるんで貫通はしますね。あれはバウンサーは、バウンサーは貫通できるハンドではある。ただし、あ、でもあれか、アスカロン止められるっていうパターン、あ、でもアスカロンはターン1ないから大丈夫だ、大丈夫だ。フランケンと違ってあれ1回しかないから、バウンサーは多分貫通できる、これは。あ、でもあれか、言うてあれか、バルーチャ止めとかがあるのか、バルーチャ止めが一番辛いかもしれないな。あ、でもそれだったら真相残しとけばいいからいけるわ、多分貫通する、これは貫通できる、展開的にボトンストリーパーソン OK、 どこ止められても多分ね貫通できるんですよ、真相があるからね。で、ドロー、はいはい、クーゼきすぎで、セナート召喚、あとはクリボールがあるかどうか、クリボールを持っているかどうかっていう話ね。ボール持ってなかったらいける。これ飛んでくるか、あー、オッケー、もう全然いいです、全然いいです、全然いい、全然いい。クリボールさえ持ってなかったら俺は何でもいい。さあ、ドラゴンティの真相の効果を発動、真相の効果によってドラゴンティセナートに装備、真相の効果。ちなみになんですけども、ドラグニティのこのデッキ全妨害踏むんですよ。これでサイクロンとか踏みますから、ね、普通にシンプルにきついですよね。さあ、クーゼからのバルーチャー、さあバルーチャー効果発動、バルーチャーの効果は墓地のドラグニティチューナーを装備することができる、ジャギーン。
そしてクーゼを装備解除、そしてさらにクーゼを装備解除。ちなみにクーゼこれあの魔法カードの効果扱いになってるんで、ハーピーレディスクワッチクラッシュの効果も発動できます。これ装備対象のモンスターをバウンスっていうこともできますから、ハーピーにも弱いですこれ、このデッキやばくないこのデッキ。サイクロンダメ、ハーピーダメ、バウンサーもきついみたいな感じですよね。今一応反動的にはいけますけど。でドラゴンライドアスカロンの効果発動、超持続は残しておこう。ほっボールやめて、いけー人かけーよーよーし、ボールくらい持ってこい。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、おっと遊戯王スメルリンクスカイナンバーワンのドエロ女じゃないですか。よろしくお願いします、スメル先輩。このドエロ女のコラ画像で結構下着とかめっちゃはだけてる、コラ画像めっちゃ出回ってるの知ってます？保存しました。はい、とりあえずこのフォーチュンレディ最強ムーブさ、そうですね、フォーチュンレディコーリング発動いいだろう。これフォーチュンレディもなかなかいませんよね、もうね。まあ多分月末とかであればデュエルキング慣れるレベルではあるんじゃないかなと思うんですけど、デッキ的にはね。まあ安定感がねえか。でも、まあ、トラップカードとかでなんか妨害すればワンチャンね。さあパスティ効果、自身のレベルを下げてライティを除外していく。でフォーチュンビジョンの効果、ライティ特殊で、ライティじゃねえや、間違えた、ウォーテリーだ、ウォーテリー特殊で2ドロー強欲な壺、まあ、強欲の壺より強いんですけどね、このカードね。これからデッキから出てきて2枚ドローしてるんで、まあ、強欲な壺でいうところのなんか3枚ドローみたいな感じなことしてるんで、実質ねめちゃくちゃ強いですね、カード枚数的には。さあエヴァリー多分守備、はい可愛い、はい可愛い、はいセット、はいフォーチュンフューチャー、なるほどフォーチュンフューチャー強いな。5枚やばい、こんだけ展開してさ、これカード5枚やばくない、このデッキやばいやばい強っ、こっつさいこっつさい、つえーつえー分からせられそう、アド稼ぎ落つって感じ。アドバン頑張ってアドバンテージ稼いだけどワンキューされるんでしょ、これかわいそうじゃね。これってさ除外されたら効果で破壊されないだけでしょ、全然いい、それは全く問題ない。でこの2枚除去って、でセナート召喚、でセナート効果、いやこれ分からせちゃうわ、これ俺これ分からせおじさんだわ、これアドバンテージゴリゴリぶん回った先行最強フォーチュンレディデッキ、余裕でワンキルできるっていうねしかもあの人帰ってこれませんから、エヴァリーさん、なんでかってアスカロンさんが除外するからだよ。ドラグニティクーゼを装備していく、クーゼの効果発動。さあ相手もこれね、真相とかがあるか分かんないからね、ずっと見てないといけないけど辛いですよね。ドラグニティのうざいポイント、安定感ないくせに、まあ、ぶん回ったら投げようと、ドラグニティナイトアスカロンがこれワンキルできないかもしれないから最後まで見るっていう、相手は最後まで見ていなければいけない。そして真相発動ここでやっと、あ俺死ぬんやってなるっていうねこれ迷惑だよな、ガチで迷惑。9ぜ、はいバトルフェイスゴーいや大概だわこのデッキも。さあメガネカーリーちゃん、メガネカーリーちゃんか、メガネカーリーちゃんなんだろう、あれかな、ウィッチクラスですかね、前狩りの前狩りとかかな。とりあえずこうして強引に動いていくしかない。ミステリー効果クーゼしていく、いやこれね正直アスカの横で出して置くしかないんだけどさ、出来上がんなかったらこれバウンスとか除外とかめっちゃ飛んでくるじゃん、今余裕で負けされるんだよねランク4立てるべきだったらデッドリシーンが無理だし、ランク6だったらなんかトリミスとか無理だし、まあ、ハーピーだったら SC が無理だし、まあそれなんだろう、このアスカロンっていうモンスターが予想外なほど、それは予想外だ。あ、剣闘銃か、なるほど剣闘銃あんだ。レッツキューラビット、やばい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 、それはやばい。三体合体ってなんかやばいやつだっけ、六角装置やばい足りてる、やばいちょっと待って大丈夫かな
のあり。いや合体してんのかい、合体せえへんのかい。